はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の数学円と扇形の性質丸2をお送りします。と前回でね、丸1の時は円についてやってもらったんだけど、今回丸2はね、今度扇形についてね、ちょっと説明していきます。ただ円の時と比べると問題数も少ないしね、サクッと終わるからさ、いい？で、扇形の主役はここじゃないです。ここはてか、扇形って何者っていうのを覚えてもらうだけなんだよ。で、次の動画で扇形のね、面積とかそういう出す計算があるんだけど、そこが超大事、扇形に関してはね。だからってここが大事じゃないわけじゃなくって、ここは言葉を覚えてもらわないと次の動画全く意味がわからないと思うんでね。まあ肩の力抜いてもらって大丈夫なんで、ここはこういう言葉なんだなってしっかり覚えてください。で、問題は1番から8番です。まあできそうな子はね、やってみていいかな。で、俺の方は解説始めていくので、もしね、ちょっときつそうな子がいたら、一回聞いてもらって、後でやってみてください。いいかな？では、早速始めていきます。よろしくお願いします。じゃあね、まずポイントからいきますよ。で、右の図の丸いピザを切ったような図形って言いました。まあ、ほんとちゃんと書くんだったら、円があるでしょ？円があって、なんかこうやって切ったところってなるんですけど、まあ、ピザの、まあショートケーキでもピザでもいいんですけど、こうやって切ったところです。円があって、中心からこうやって切ります。このままピザ食べれそうでしょ、こうやって。で、こういうのを、まあ、タイトルにある扇形って言います。で、扇は漢字もあるんだけど、おそらく学校ひらがなで平気なんで、ひらがなでいきましょう、扇形ね。で、その時角 AOB、 つまりここね、ここ、これ前の動画と一緒、そこ中心角っていうよ。いいね。で、ほにゃららと中心角が同じだったら、面積とか弧の長さ同じになるよっていう。ここ何かっていうと、これ半径って言ってね、今さ、一個こうやって円があるじゃん。で、ここが例えばじゃあ20度だとするでしょ。そしたらこっちの方にも同じ、これ20度じゃねえな、ごめんね。まあ、同じ角度の扇形を作るじゃん。同じピザから切ってんだから、半径同じだしね。半径も同じだし、同じピザから切り取ってるから、絶対大きさ一緒でしょ。だから、半径と中心角が同じだったら、面積同じになります。いいかい？で、それを使うと、この問題が解ける。じゃあ、いこうか。今、扇形。OAB、 つまりこれね、ちょっと斜線引くよ、これです。これの面積がこれなんだってね。変な記号入ってんだよ、5の後。これ π って読みます。 5π 平方センチメートルで、 π ってなんやねんってね、普通思うと思う。で、 π についてはこれ次の動画でいきますんで、今回は扇形の面積が 5π なんだって思っといて、で、次の動画見た時に納得させるからさ、ちょっとお待ちください。で、4番扇形 OEF の面積、つまりここね、こっちで面積出すんですけど、同じ円の中、つまり半径同じでしょ、中心角30と30で同じだから、もちろん面積も同じ5π 平方センチメートルになります。で、5番、じゃあ OCD、 こっちね、こっち60度、角度ちゃうやんけってなるんですけど、これ覚えておこう。中心角が2倍でしょ、中心角が2倍になれば面積ももちろん2倍になります。だから5が10に増えて10倍センチメートルというふうになる。いい？だから6番、面積をじゃあ20倍にしたい、じゃあ中心角何度にすればいいですかってね。20でしょ、5から20にするには4倍だよね。ってことは4倍したいんで、中心角も4倍すればいいんだよ。だから30を4倍して3412で120度と。いいかな、こうやって解いてください、超楽でしょ。で、右側作図2問ね、これもサクッと押そうぜ、いくよ。
半径が3センチ、つまりここね、この半径が3センチ、中心角70度の扇形でいきます。で、扇形を書くときは、まず円角。で、半径3だから、コンパスで3に合わせて、3センチに合わせて、円を書くでしょ。その時に薄く書くのがポイント。あんまり濃く書かないこと、円を。薄く書いて、あと、絶対に最初に針を刺した中心をぐるぐるってメモっておく。いいね。そしたら、こっから1本、半径を、これ適当でいいです。どこでもいいので、半径を引いてみてください。そしたら、これから、ここが70度になるように、分度器を置いて、分度器で70度を測って、で、こうやって引く。そうするとここ70でしょ。いい？そうするとここ濃く鉛筆でなぞってあげれば、これで扇形が完成です。で、ちゃんと3センチって書いておいてね。これもこっちもこうです。いいかな。ちょっともう一回全部バーっていっちゃったんで、適当に適当じゃねえや。3センチのコンパス測り取って円を描きます。薄く描くんだよ。薄く描く。で、中心のやつのところを鉛筆シャーペンでぐるぐるって印をつけておく。1本半径適当に引いてください。で、70度を分度器で測って、こういう風に作れば OK です。いいね。そしたら次、半径5センチなんで、同じく5センチ測ってもらって、5センチをちょっとごめん、俺適当だけど。まあ許して。で、中心を必ずメモっておきます。で、やること一緒だよ。半径1本、線適当に引きます。で、問題は230度って分度器がいけねえんだよ。180までしかないからね。で、どうするかっていうと、ちょっと見ててね。これ、今半径なんだけど、こっちもね、ちょっと薄く伸ばしておきな。いい？で、ここまでで、180度なんでしょ。だから、あとここに何度必要かを考えます。いい？230書きたい。ここに180はありますわ。だから230から180を引いて50でしょ。あとここに50あればいい。それを分度器で測ります。で、ここを分度器逆さまに置いて50度を測る。いい？ここ50ね。で、その後、消しゴムでここ消してください。だから薄く書いてたんだけど。そうすると、ここが180と50足して、230度にちゃんとなります。で、このままで終わっちゃうと、こっちのことを書いてんのか、こっち書いてんのか分かんなくなるから、ここをコンパスでね、こう置く、この部分。濃くなぞって、ここに、5センチ。で、ここも5センチ。で、230度ちゃんとここに書いて、これで完成になります。扇形っていうと、どうしてもね、こうピザみたいな、ほんとこういう大きさのものばっかり想像するんだけど、こういうでかいものももちろん扇形です。いいね。扇形は円の中を切り取ってれば何でもいいので、いいかい？ね。こういうふうにもあるってことを覚えておいてください。ではね、扇形、まあこんな感じでサクッと終わしてみました。では、今回は中学校1年生の数学、円と扇形の性質、2をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。次はさっきも言ったように、面積とか、ね、そういうの扇形出す公式なんか出てきますんで、そこ超出てくるからね、テストで。よかったらそっちも見てみてください。それでは、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。